アメリカ・オハイオ州の高速道路で起きた衝撃の瞬間をカメラが捉えていました。高速道路で起きた事故の処理を行う警察官、そこに車線を横切ってきた1台の車が激突しました。警官は吹き飛ばされて、車は無残な姿と化しました。警察官は道路に横たわっていますが、幸い大きな怪我はなかったということです。